SBI V シリーズ発表されたけど、みんな買う？どうする？こんにちは、ジョニーです。5月28日に SBI から SBI V シリーズ発表されました。これまで SBI ヴァンガードとして提供されていた S&P500 に連動する商品、投資信託があったと思うんですけど、あれも SBI V シリーズとして今後はやっていくということになりました。 SBI V シリーズ、簡単に言うとヴァンガードとのコラボ商品ですね。ヴァンガードが米国で提供している ETF に投資をする投資信託というふうに理解していただければいいと思います。これまでに提供されていた SBI ヴァンガード SP500 は SP500 に連動する ETF VOO に投資をする投資信託、再投資型投資信託分配金ゼロっていう投資商品でした。これが本当に非常に人気があって、毎週最近お届けしてないんですけど、投資信託の販売金額ランキングでも常に1位を獲得するような状況になっていて、競合となる eMAXIS SLIM S&P500 と比べても名目上の信託報酬が低いということもあり、多くの資金を集めてきたっていうのが現状です。今回はそんな SBI V シリーズについてお話ししていきたいと思います。まず最初に発表内容を見てってみましょうかね。低コストインデックスファンド SBI V シリーズの新設及び新ファンド募集開始のお知らせということで、 SBI 証券から5月28日に発表がありました。 SBI 証券は SBI アセットマネジメント株式会社と共同し、世界最大級の投資運用会社である米国ヴァンガード社の ETF を組み入れた低コストインデックスファンドを SBI V シリーズとしてシリーズ化します。合わせて6月15日火曜日に新たに SBI V 全米株式インデックスファンド及び SBI V 米国高配当株式インデックスファンドの募集を開始しますのでお知らせしますということで発表されました。ちょっと軽くね見ていくと、先ほど僕がお話ししていた2019年に登場した SBI ヴァンガード SP500 インデックスファンドの販売状況が非常に好調であるということ、それに加えてヴァンガードとの、まあ、おそらくその提携の拡大みたいなものが背景にあって、 SBI アセットマネジメントと共同で SBI V シリーズをやっていきますというお話ですね。スタート時点で提供される商品というのは決して多くはなく、もともと存在していた SP500 と、先ほどちょこっとだけ触れた発表の中でね触れた全米株式インデックスファンドと米国高配当株式インデックスファンド、この3つということになります。これらがね今後どういうふうに展開されていくのかというのは、まあ、正直言ってよくわかんないですけど、ヴァンガードが米国で提供している人気の ETF に対応する投資信託が次々と登場してくるんだとしたならば、個人投資家にとってはすごいいい選択肢になる可能性があると思います。気になる経費率というかコストの情報なんですけれども、 SP500 はすでに存在する商品なんで改めて説明する必要はないと思うんですけど、 0.0938% ということで、信託報酬だけを見れば 0.1% を切る水準ということになっており、最低水準っていうか最低かな、だと思います。 SP500 に連動する商品としては最低の信託報酬になっていると思います。 SBI V 全米株式インデックスファンド、これいわゆるその VTI に投資する商品ですけど、これも同じ信託報酬 0.0938% が設定されています。このあとねちょっと既存の商品と比べていきたいと思います。 SBI V シリーズ米国高配当株式インデックスファンドに関しては 0.1238% ということになってます。まあ、あくまでね信託報酬であって経費率がどうなるかっていうのは別問題だという点はちょっと注意していただけるといいんではないかなと思います。今回の商品のプロモーション用のページとかも用意されていて、 SBI ヴァンガードシリーズは新しく SBI V シリーズに変わっていきますよっていうお話があります。基本的にはさっきお話ししていた内容と特には変わらないかな。6月29日から始まりますよというぐらいで、内容としては特にそうですね、何に連動する商品かっていうものもありますけど、そんなもんしかないじゃないですね。はい、というわけでここから皆さんがおそらく気になるのは、これまで購入していた投資信託から切り替えた方がいいかどうかという点になってくると思います。これらの SP500 はこれまでもあったわけですけど、新たに組成される2つ、 VTI に連動するものと VYM に連動する商品、これに投資する価値があるのかどうかっていう点についてお話ししていきたいと思います。まずね既存の商品 SBI ヴァンガード SP500 についてですけど、先ほどお話ししたように国内の投資信託 SP500 に連動する投資信託としては最低
ということになってます。じゃあ最高なのかというお話をすると、決してそんなことはないという点にご注意いただく必要があります。信託報酬っていうのは全ての経費を含んでいるわけではないんですよね。結局運用報告書が出てきて総経費率っていうのを見たときに初めてどれぐらい経費がかかったかっていうのが分かってくるんですけど、 SP500 の数字を見ていると総経費率は決してもちろん高くないんですが、過去の実質利回りを見ていくと最高ではないですね。最高ではないと言っているのは、相対的に過去最も人気があった SP500 に投資する投資信託 eMAXIS SLIM SP500 と比べると過去1年間のリターンが SBI バンガードの方が低いということです。簡単に言うと SBI 証券のページ見てもらえれば誰でも見れるんですけど、トータルリターンっていうものがあります。トータルリターンっていうのは、まあもちろん出し方が一応定義があって、綺麗に1年前と比べているわけではないんですけど、 SBI バンガード SP500 の1年間のトータルリターンは 43.23% ということになってます、まあ、めちゃめちゃ上がったんですよね、はい、COVID-19 の関係ですけど。それに比べて eMAXIS SLIM の SP500 がどうだったかというと 43.53%、 0.3%、 実は eMAXIS SLIM の方がパフォーマンスが高いんですよね。信託報酬がSBI バンガードの方が低いにもかかわらず、トータルリターンが eMAXIS SLIM の方が高いっていうのはちょっと不可解に思えるかもしれないですけど、投資信託っていうのは先ほどお話ししたように信託報酬以外にもかかる経費がどうしてもあったりするんで、最終的にこういう結果になるっていうことはよくある話です。なので eMAXIS SLIM に投資した方がいいのかと言われると、それもまたちょっと違う話ですよというのはご理解いただけるといいかなと思います。この背景にあるのは、その経費っていうのが、まあ、どの辺から発生しているかっていうところがポイントで、先ほどお話ししたように SP500、 SBI バンガード SP500 は2019年に組成されたばかりということで、実はね、その純資産総額が大きくない時期に関しては特に経費がかかりやすいんですよ、その純資産に対してという背景があって、もともと新しく組成された投資信託にすぐ乗っかるっていうのはあんまり得策ではない、やや経費率が高くなりがち、最初に関してはね、というのはもともと言われていたお話でした。なのですぐに SBI バンガードに投資をし始める必要性はそこまでないよというふうにご説明をされている方も多かったと思います。 SP500 に連動する商品 SBI バンガード SP500 に関してはいい商品だと思います。信託報酬を見れば最低水準にあるのは間違いないので、それを中心に投資をするっていうのはありだと思います。ただ今お話ししたように、必ずしも信託報酬が最低だったとしても最高の結果になるというわけではないので、その点はご注意ください。と今後eMAXIS SLIM と比べたときに純資産総額が SBI 証券の方が SBI バンガードの方が大きくなってきたりすると、その経費率っていう意味でも逆転する可能性っていうのはもちろんあるので、その辺はご理解いただけるといいかなと思います。一つね、理解しておくといいかもしれないのは、 eMAXIS SLIM は一定の純資産総額を超えたときに、超えた分に関しての信託報酬がちょこっとディスカウントされるっていう仕組みもあったりするんで、最終的にはどっちに投資していてもあんま変わんないんじゃないかなって思いますけどね。はい。じゃあ2つ目、 SBIV シリーズ2つ目、新しくできる方ですけど、全米株式インデックスファンドですね。これはアメリカでバンガード社が提供している VTI という ETF に投資をする商品です。簡単に言うとね、VTI そのものは経費率が 0.03% ということになってて、ちなみに VOO も 0.03% なんですけど、米国株式に投資をするってなった時には、多くの人が VOO または VTI をイメージするぐらい、米国投資としては代表的なインデックスというか、インデックスに投資をする ETF という風になってます。これまで SBI 証券を使っていた人は、楽天証券の提供する楽天全米株式インデックスファンドを購入することで、投資信託を通じて VTI を購入するっていうことができてました。なので楽天が提供するいわゆる VTI と SBIV シリーズの VTI、 投資内容は基本的に同じってことになりますね。で、そうするとやっぱり比較したくなるのが信託報酬で、楽天の全米株式に関しては現時点で 0.162% ということになってます。先ほどお話ししたように、新しく新設される
新しく新設されるちょっと日本語おかしいですけど、新設される SBI V シリーズの全米株式インデックスファンドの信託報酬は 0.0938% なので 0.06% ぐらい新しく作られる SBI V シリーズの方が低いですね。なのでこの数字だけ見ればもちろん新しい SBI V シリーズに投資をし始める方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、先ほどお話ししたように新しく作られた商品に関してはコストがややかかりがちだったりするんで、結果として信託報酬が高い楽天全米株式インデックスファンドの方がトータルリターンが高くなるっていうこともあり得るので、その点はご理解ください。ただまあ今回新しく作られる商品としては非常にいい商品だと思います。一応ね、わかんないですけど楽天の全米株式インデックスファンドに関してももしかしたら信託報酬が変わってくる可能性はもちろんあるかなとは思いますけどね。はい、SBIV シリーズの全米株式インデックスファンド、これ買う価値あるかどうかっていう話を個人的な見解としてお話しするとあると思います。はい、いきなり買う必要性はないと思うんですけど、そのさっきの経費率みたいな問題もあるんで、すぐに飛びつく必要はないと思うんですけど、SP500、その VOO と VTI っていう観点でいくと、どっちも米国を代表する ETF で、投資対象が SP500 だと、まあその500社。VTI の場合、インデックスの名前忘れちゃったんだけど、まあ2000銘柄以上なんですよね。そういう意味でいくと、VTI の方が広く分散されている指数であるということは間違いなく、より分散を求めている人の場合、今回新設される SBI V シリーズの全米株式インデックスファンドっていうのはいい商品になってくると思います。まあどっちもね、あんま変わんないですよ。うん、正直言って。過去、その VTI と VOO のパフォーマンスの比較をやったことあるんですけど、長年にわたって大きく違いが出た年はないですね。大きく違いが出ても数パーセント以内。で、大体長期的に見ると、まあほとんど同じパフォーマンスだったりっていうのがあるんで、個人的にはどっちだっていいんじゃないって思います。新しく作られる SBI V シリーズの米国高配当株インデックスファンド、米国高配当株式インデックスファンドか。うん。信託報酬が 0.1238% で、これも非常に低いです。投資対象がね、VYM っていう ETF なんですよ。国内の投資信託とか株を中心に投資をされている方にはあんまり馴染みがないかもしれないですけど、VYM、めちゃめちゃ人気あります。海外 ETF、とかにトライしたことがある方はわかるかもしれないですけど、ランキングで見れば常に5位ぐらいに入ってる感じかな。 VOO とか VT とか VTI とかが上位にあって、だいたいその次ぐらいに VYM が入ってくるというイメージですね。それぐらい海外 ETF の中では高配当銘柄への投資って人気があります。 ETF はもともと再投資という仕組みがなかったりするんで、自分自身で再投資しないといけない配当も口座に入ってくるっていうのがあったりするんで、一定期間ごとに配当をもらいたいという人にとっては非常に良い商品だと思います。詳しい内容ね、今の段階ではよくわかんないんだけど、その SBI V シリーズに関してはね、投資信託でおそらく分配金ゼロ、再投資型になるんじゃないかなと思っています。これは何かっていうと、楽天が持っている米国高配当株式インデックスファンドっていうのが実はあるんですよ。これ VYM に実質的に投資をしている商品だと思ってるんですけど、ちょっと間違ったらご指摘お願いします。これがね、まあ、全然売れてないんですけど、純資産、まあ、それでも48億円ぐらいある商品で、高配当株投資、米国のね高配当銘柄投資なんですけど、分配金がねゼロなんですよ、これまで。ちなみにこの商品、楽天が提供しているその投資信託に関しては信託報酬が 0.192% ということになっていて、新しい SBI V シリーズと比べるとやっぱり高いですね。やっぱりね、ちょっと不思議なのは、その VYM に投資をしたい人ってどっちかっていうと配当金欲しい人だと思うんですけど、分配金ゼロなんだよねこれね。そうだから SBI V シリーズでその分配金出すのかどうかはちょっとよくわかんないんですけど、もし楽天が提供している、まあ、VYM 的商品と同じような仕組みになるんだとしたら、分配金ゼロ、再投資型になるのかもしれないですね。うん、ここで考えないといけないのは、高配当株投資にもかかわらず分配金をもらわないっていうのはどうなのかって話ですね。これまでに登場した SBI ヴァンガード SP500、 あとはその SBI V シリーズ、新しい全米株式インデックスファンド、これらは
長期間で福利効果を利用してどんどん大きくしていくっていう観点でいくとすごいいい商品だと思います。ただ同じような目的でこの VYM 的な位置づけにある SBIV シリーズの高配当銘柄インデックスファンドとかに投資をすることに大きな意味があるのかと言われるとちょっとね違うかもしれないですね。だから簡単に言うと長期的なリターンは今回紹介した先に紹介した2つの方がリターンとしては高くなる傾向があると思います。これ説明し始めるとまた1本動画できちゃうんでここではお話ししないですけど、投資対象を特に絞らず純粋に業績の良い時価総額の大きい銘柄に投資をする方がパフォーマンスとしては高くなる傾向があると思います。なのでもし長期投資で老後資産を10年20年30年かけて作っていきたいっていうことであれば、今回ご紹介するこの3つ目の VYM 的高配当銘柄インデックスファンドに投資をする意味っていうのはあんまりないんじゃないかなと思います。逆に一定期間で配当をもらいたい、分配金もらいたいっていう方だったら意味があるのかもしれない、もしこの商品が分配金を出すんならね。なのでこれいつだったっけな、なんかね今の段階で目論見書とか見れたりっていうのがないんでちょっとはっきりとしたことわかんないですけど、もし再投資型、完全なる再投資型、分配金ゼロでどんどん純資産総額を膨らませていくタイプの商品だとしたら、この VYM 的商品は、ちょっとコンセプトよくわかんないって感じですね。 VYM の ETF の VYM が一定期間ごとに配当金出すのと同じようにこの商品も分配金を出すんだったら、なんかそれはそれでそういうのが好きな人にとってはありな商品になってくるかもしれないんで、もしね配当が好きという方は検討するだけの価値はある商品になるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回ね5月下旬に発表された SBIV シリーズについてお話ししてきました。すでに存在している SP500 に連動する商品に関しては引き続き投資対象としても非常に良いと個人的には思っています。 VTI に投資をする商品も新しく登場するんで、より広い銘柄に投資をしたいっていう方は SP500 ではなくその VTI 的な商品 SBIV シリーズの全米株式インデックスファンドに投資をするのがいいんじゃないかなと思います。もしねその SBIV シリーズの高配当銘柄インデックスファンド、米国高配当銘柄インデックスファンドが分配金を出す商品であれば、一定期間ごとに収入を得たいっていう人にとってはいい商品になるかもしれないので、目論見書とかが出てきたら、隅々きちんと見てね、はい、投資すべき商品かどうかっていうのを判断してもらえればいいんじゃないかなと思います。個人的にはね、だからずっと SP500 に投資している資金ってあるんだけど、まあ、そこは変えずに行くかな特に変化なしでとりあえず行くと思います。はい、ちょっとね、じゃあ最後におまけなんですけど、ヴァンガードが提供している ETF いっぱいあるわけですけど、その中でも今後に期待って意味でいくとね、BND っていう ETF があって、それに投資をする商品って言った方がいいかな。それが SBIV シリーズとして登場してくると、これはなかなかいいと思います。どういうことかっていうと、米国債券に投資をするETF なんですよ、 BND って。米国債券に投資をする良い投資信託っていうのは実は国内にはなくって、僕の中ではね、米国債券に投資をしたい理由って超長期投資ならまああんまりないんですけど、10年以下の投資でリターンを得たいっていう方にとってはリスクを下げるっていう意味でありなんですよね。米国債券と先進国株式とか米国株式っていうのはマイナスの相関関係が実はあって、日々ね上がったり下がったりっていうのがすごいあると思うんだけど、それを軽減する効果っていうのが一定割合であります。少しだけどね。なので闇雲に広く分散をするというよりも効果的にリスクを下げるっていう意味で米国債券に投資をするっていうのはありっちゃありなんですよね、そのリスクを下げなければいけない理由がある人にとっては。なので BND に投資をするような商品が今後出てくれたら嬉しいなって個人的には思ってます。はい、そんな感じでしょうか。もし今回の動画が良かったっていう方は高評価お願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。